今日のプールの授業は潜水の練習をするわよ。遊びじゃないから気をつけてね。はーい。おい見ろよ。ああめちゃめちゃスタイルいいな。本当にこの世にいたんだな。あんなに美しい高校生が。この学校は勉強しか興味がない女ばっかりだったからな。しっかり黒羽さん、足は届くわよ。おい見ろよ。ああなんていいアンクルだ。こうなったらうっかりを装い女子側に潜水しておっぱいを触るべきか。まんま犯罪者じゃないか。次の班準備はできた？はい。それじゃあ潜水開始。分かってた。今日この学校の生徒が2人。ダメ間に合わない。死ぬこと。抜けて。柏木さんしっかり。先生もうダメかと思ったよ。運が良かったんだな。プールサイドが壊れたせいで給水管が塞がったんだから。確かにこんなことは滅多に起こるもんじゃない。ゆっくり。しかもこのタイミングで本当に運が良かったとしか言えないな。